にちはみんな。今日はヘルシーのピザレシピをご紹介します。普通のピザってフラワーとか使うけど、今日のレシピはカリフラワーとオーツ麦を使うレシピをご紹介します。そして普通のカリフラワーレシピって卵とかチーズも入れるけど、ヴィーガンにしたかったからそれなしのレシピです。最初これ頑張って作った時にまあまあだったけど、何回も練習した後すごい美味しいレシピをできたから、それを今日見せてあげます。お鍋を強火にして、もし欲しかったら少しオリーブオイルも入れてもいい。その次、カリフラワーライスを 500g を入れてください。これって店でも買えるし、もしライスを見つけれなかったら普通のカリフラワーの野菜を買ってフードプロセッサーの中に入れてご飯みたいにできる。そして10分くらいこの感じに炒めて水取るように。少し茶色くなってきたら火が消して、次オーツ麦 100g をブレンダーに入れて細かくブレンドしてください。フラワーみたいになるまで混ぜた後、多分まだちょっと熱いからとりあえず置いておいて、ヴィーガンの卵を作ろう。細かくブレンドしてるフラックスシード小さじ2つと水を小さじ4つ混ぜて、これ3分ぐらい置いておいて、置いておいてる間にもう少しごつくなってくる。入れなかったら焼くときにちょっとポロポロになるかも。そしてお鍋に戻ろう。入れるものはニューチューシのイースト。これはすごく美味しい、なんかチーズっぽいの味になるし健康にもすごいいいから、これをおさじ1つか2つぐらい入れておいて、次ガーリックパウダーもおさじ1つ、それと塩小さじ1つか半分ぐらい、そして最後に前に作ったアマニミールの卵も入れてください。それを全部混ぜてちゃんと、そしてベーキングペーパーの上にピザ生地を乗せて、水を使ってペタンコにしてください。手でも使えるし、もし大きいスプーンも使いたかったらそれもできるけど、水を使わなかったらくっついちゃうかもしれないから、ちゃんともし手使ってたら手を水の中に入れて、その後ペタンコにしてください。そして1センチくらいごつくして、オーブンを220度にして15分ぐらい焼いてください。オーブンから取って反対にしてください。私はもう一回ベーキングペーパーを上に乗せてこうやってしてる。そして反対に向いた後、オーブンの中に入れてまた10分ぐらい焼いて、10分の後またカリカリと少し上硬くなかったらもう少し長く焼いてください。だって柔らかすぎたら上にピザソースとか乗せるときにふにゅふにゅすぎになります。ピザソースを少し乗せろ。私使った野菜はおネギ、マッシュルーム、少しビーガンチーズとほうれん草です。そしてもう一回焼きます。多分10分くらい。私はヴィーガンチーズを溶けるまでに焼きます。焦げないようにオーブンを200度にした。こんな感じにできた。やっぱり普通のピザと味とパンの感じでも少し違うけど、ニューチューシのイースト、ガーリックパウダーとカリフラワーってすごく特別に美味しい味をできるし、ヘルシーです。このレシピって作るの少し面倒くさいけどすごく美味しいから、もし時間とかあれば頑張って作ってください。